こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳です。こんばんは。こんばんは。奈良に帰ってきました。イエーイ。前髪短い。昨日のリップ、そう、よく分かったね。ほっとかないでれって言ったっけ。赤リップ。そうでね、今日仕事終わって先帰ってきて奈良に、でその後ママと晩ご飯の買い物行って、そうこれを買ってもらいました。じゃん、大西の大好きな大好きなスイカバーを買ってもらいました。そう、今年初かもしれへん、大西スイカバー。箱のやつ買ってもらったやからね。スイカバーとあれは何、メロンバーっていうの、緑のやつもね、そうあるんですよ。いい匂いする。もうこれがあるだけで夏って感じがするわ。まだ梅雨も来てないけど。ならではいただきます。いい匂いする。いただきます。おいしい。冷た。この種が美味しいな。何メイク変えたやって。使ってるものを変えたら、みんなに言われるようになった。それメイク変えたって。そう。何変えたんやったっけな。アイラインとマスカラを、そうもうなかったから新しいの買って適当に。そう、それ使い始めたらね、あれメイク変えたってよく言われるようになったメンバーに。うま、スイカバー。濃いめに見えるって、やっぱそうなんかな。なんかね、大西が今使ってるのがね、そうなんだ、あーこれどっちも、これヒロインメイクのやつかな。そう、なんかどっちもね、ヒロインメイクっていうやつのアイラインとマスカラを使い始めたんですけど、そう濃いかな。そう、なんか今までね、もらった、そう、なんか撮影の時とかにいただいたマスカラとあれ使ってて、アイライン、そう、それがねついになくなったからね。そう、最近自分で適当に買ったんですけど、そうスイカバーやないかって、イエーイ。そう、うまっ。適当なのねって、うん、いつもね、なんか適当に買っちゃう。なんかアイラインとかマスカラって、おいしいね、全部ね
一緒なんじゃないかなと思って、そう分からん、一緒なことないと思うけど、なんか分からんから違いが、そう適当に買った。うまー、でもなんか今の時間帯の外ってすごいちょうどいい気温。歯がしみるわーってね。大西もね、知覚過敏やから、あれ食べれないんですよ。アイスの実とか大西ねちょっと苦手なんですよ。味すごい美味しいけどね、そう奥歯とかでね噛むから、あれもうね、あれはそうちょっと苦手やねんな。これ韓国のあれなんて書いてんやろ、読めたらね、ハテナって書いてるから絶対疑問系や。見てくれてありがとうってなんて言うんやったっけそのノートどこ行って、どこ行った、さらへよさらへよ。大西桃香をアイスの実ですねって、その通り、大西桃香をアイスの実最強は王将、3つの味がたまらない、それはめっちゃわかる。あの王将アイスって知ってますか皆さん。そう大西もあれ大好き、何だっけな、チョコとバナナとイチゴやったっけな、そうめっちゃ美味しいアイスあるの、あれあれ大好き、あれめっちゃ好き。大西も何やそれで知らん、めっちゃでかいねんけど、結構ねでかめのアイスで箱で売ってて、でね売ってないスーパーとかもね結構あるんですよ。大西のねいつも行くスーパーもねそれ売ってなくて、そう王将アイスってめっちゃ美味しい、ほんまに。なんかねチョコとイチゴとバナナみたいな、最近全然食べてないからちょっと忘れたけど、そうなんか3つに味分かれてて、そうめっちゃ美味しい。3色のアイスだよねって、そう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 、前に配信で言ってた気がって、そう多分ね言ったことある、そう王将アイスめっちゃ美味しい。もうカエルの声が聞こえる、すごいな夏って感じ。これ聞こえへんか、さすがに聞こえへんか、ゲコゲコ泣いてるわ。6月やもんな、聞こえたってほんまに？ガチで？めっちゃ聞こえるやん。じゃあこんな聞こえるもんなん、やば、下らへんが溶けてきた。この緑の部分好き、おにし
美味しい。味違うのって赤いとことね緑のとこはね味違うの。なんかそれが何味かって言われたらうちも分からへんねんけど。うん、アイスになりたい。アイスになったら食べられるでいいの？多分痛いで。本望じゃやば、ド M や。うん、青りんご味とか、あー何味なんやろこの緑のところ。でも美味しい、好きやねんこの緑のところ。アイスの棒になりたいって。アイスの棒になったら捨てられるでいいの？ももちゃんの栄養の種となるならいいでしょ。やばい、やめて、ダメダメ。生きて生きて。じゃあアイスの袋でいいです。もう一発目にもう何事もなく捨てんで。いいの。破滅願望強い気オタク。絶対カエルのさ声聞こえるんやったら今のこの掃除機の音もめっちゃ聞こえてるよね。絶対聞こえてるよね。聞こえる。お掃除のタイムですね。お掃除ですね。もうちょっとになっちゃった。あぶな。今何時？まだ10時になってないのか。そう、さっきねほんまに今買い物から帰ってきて、そう奈良に帰ってきて東京から、そのまんま買い物行ってで今帰ってきたんですけど、さっきそうだから晩ご飯ねまだなんですよ。今日の晩ご飯は行ってたった今日の晩ご飯はそう、おそうめんです。掃除機止まった。そう今日おそうめん食べたいって言っておそうめんにしてもらった。明日はゆっくりできるなんて。できるけど
休みではあんねんけどって感じ。なんかねやることがねいっぱいありすぎて、ちょっと今そう6月中はねちょっとあれかも、バタバタするかもしれん。うん、そうね。そうなんかね、あそう、あそうセブンのやつもあるし、結局スタッフさんに聞いたけどね、セブ行く日程まだ分かんないですって言われた。そうそう聞いといてって、何回かカッポーさんが来てくださってたから何回か聞いてんけどね、今日も聞いたけどまだだよーって言われた。もう結局行く日程分からずって感じ。溶けてきた。うん。ちょっとさっき食べてまうね。水溶けてきた。アイナンが分かったって言ってたから、マジで？なんでや、なんでや、なんでや。もう3人ぐらいスタッフさんに聞いてんけど全員わからんって言われたで、もしまだって言われたんやけど、なんでだ、誰に聞いたらいいんやろ。確かにあやなんさんに LINE してみようかな。ごちそうさまでした、美味しかった。今聞いてみたらって携帯でショールームしてるから無理だ、腰痛い。あー美味しかった。しずく公園のユニットはキャンディー、前は愛しさを丸めてだったよねって。もともとは愛しさを丸めてが大西のポジションです。うん、キャンディーはね違うポジション、そうそう自分のポジションじゃないけど覚えてそう出たやつ。前に一回そう誰も出る人がいなくて、そのポジションキャンディーの、それで覚えてくださいって言われてそう出たやつが前に一回やって、で今回もそうひじりの時はそのポジションでそう卒業公演出させてもらった。そうキャンディー一つさで口に入れて舌のその上で転がすのよ。愛しさを丸めて捨てるんだけど、そう愛しさを丸めてゴミ箱に捨てんねん。そう。ちゃんの時もそうかねって、山田さんですか卒業公演。でもね大西ねルカのポジション覚えてるから。そう結局ねそう関西メンバーなんですよね。まあ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 、まあ、その辺は大西も今のところよくわかんないのでって感じですね。静岡公演見たいって、ここ見てほしいところありますか。雫公園ですか。どこだろうな。
どこだろうな。雫公園の見てほしいところは、大西的にねセットリストがすごい良きと思ってて、最初はねセットリストを展開された時にあれ知ってる曲めっちゃ少ないってなっててちょっと焦っててんけど、そうちゃんとね全部の曲を覚えて全部の曲聴いてでしたらすごくねいい歌ばっかりで、本当にセットリストが本当にね素敵だなと思うので、だから雫公園のセットリストで知らない曲があるよって方はその曲を聴いて覚えてくださってから雫公園に来てくださったらより楽しめる気がする。まあでも全然知らなくても楽しめると思うねんけど、ここ見てほしいよってとこはどこかな。全部全部見てほしい。全部いいんですよね。オープニングの4曲もいいし、中盤の3曲もいいし、そう本編ラストもいいし、アンコールもいいしっていう、本当にね素敵なねセットリスト、ユニットも素敵やし、ユニットあれやってみたい、10クローネとパンやってみたい。ワインだって手に入る。そう10クロ素敵。ゆうなちゃんと雫公園初めてだよねって、初めて一緒だね。あ、そうやったっけ、服部と、せやったっけ。え、そうなん、服部と出たことないのか。そんな髪の毛短かったって、一番最近切った時からは全然変えてはないかな。今こうなってたから分からん前にしてたらそうでもない。あ、3月に一緒だったやって、お一緒やったってでもそれでもねあんまりねそう出たことなかった、服部と。そう私が微笑めば誰か涙を流す、いつまに痩せたって嬉しい。痩せた？でもね違うの、この髪型になって顔をね、顔の丸さを、もし太ったらねそうすぐ顔丸くなるんですよ、一番最初にすぐ顔につくんですよ。そうここまで切っちゃったから隠せないんですよね、そう太っても。だから最近はねちょっと気をつけてる。遅れ毛って大事やったんやなって思って、そう切ったのねって、あれいつ切ったっけ。あ、でもめっちゃ最近1週間以内に切ったかも。そう後ろのね長さはね全く変えなかったから自分的にはねまあすごく長いんですけど、そう前のねこの遅れ毛の部分を切ってから、切ったから、そうだからねだいぶ短く見えると思う。
愛する愛する愛する、さらへよ。 Me too Me too 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 もうすっかりショートのイメージって、ほんまにショートのイメージつきましたか。前髪がそう短すぎて、おにしまいすごい嫌なんですけど、そう前髪がね短いんですよ。そうこうなる予定はなかったんやけどな。そうちょっと前髪は後悔。長い頃が思い出せないってほんまに？自分で切っちゃってたし、あの時でね止めとけばよかった。その髪の毛をね美容院で切ってもらう時に、前髪切れますよねって言われて、どうし、そうあのね聞いて、じゃあそう前髪切りますよねって言われて。あって一瞬止まったもんし、あ前髪どうしようみたいな、あちょっと切ってもらいたくないなって一瞬思ってんけど、前髪切って、まあ、ここをこうしてこうこうこうしたらみたいな、もっと良くなると思う、良くなりますよみたいな、あはいってそうそう断れないんですよね。そうあの薄そう前髪をねずっと薄くしてたんですけど、でここ上側だけ伸ばしてたりとかもしたんですけど、もうねそれがね全てパーになってしまったよもう全部ドーンってなっちゃった。そうそれをねメンバーに言ったら、ちゃんと言わなあかんでって言われた。そう今前髪伸ばしてるんでとかゆいって言われたあそっかって、よかったそうするって断れないんですよね。なんかそううん、もっと強い意志を持ちたいと思います。起きてからファンになったってほんまに嬉しい。いえ、おクールビューティーのお姉さんが出てきてて、ほんまにお姉さん、いえ、バイバーイって聞こえた告白されても断れないのって、うんうん断る断れるごめんなさいって断ります。そうね、そうねそっちの方が普通は難しいよね。そうね、それよりやったら、ね、前髪あ大丈夫です今伸ばしてるねって言うが楽やもんね。そうしよう、それを基準に考えよう推しには強いって
どうなんやろうね。なんかそんな押されたことないから分からんけど、おにし。でもグイグイ来られるのもおにしちょっと苦手なんで、押しに弱いっていうか、押される前に逃げちゃうかも。そのグイグイ系ちょっとそう苦手だったりするので。いやでもその握手会とかでね、ファンの方がこうおちゃん大好きだよって言ってくれるのはすごく嬉しいし、 そのグイグイ系は大丈夫なんですよ。単純にその何ですかね、そういう感じのあれでグイグイ来られるのが苦手かもしれないっていう。そうね、何の話ね、何の話やろ。好きなタイプの話好きなタイプの話になったわ。そうなんですよね。ももちゃんは美容師さんにお仕事し聞かれたらアイドルしてますって言ってしまえて。いや言わん、おにし。それとなく嘘をつくなんやろね、嘘はついてないけど、嘘はついてない。お仕事してますかって言われて、あーはいしてますって言って、どんなお仕事してますかって言われて、あでもまあいろんな都道府県行って、まあいろんなことをさせてもらってますって。そう、嘘はついてない。間違いではないけど、それとなくって感じのことを言う。韓国語を少しだけお願いします。カムサムニダサラヘヨペゴパよ。なんかすいた。リカバー食べてないでしょって。いやあれは違うよ。あれはもうだって溶けていくもん。溶けたもん。もう大西の中で蒸発した。そうやからお腹が空いた。あれは別腹。栃木語を少しお願いしよう。何栃木語って、栃木語とかあんの。栃木語栃木といえば日光。ニコニコ笑顔のひーちゃんこと本田ひとみです。いちごのようにフレッシュな今何歳やひーちゃん。17、18か。17、18かとか言ってた。若いなまだ。栃木語でした。ひーちゃんわかんない、若いよ。ハマとかと同い年やからね。ハマユイユイとか。おにしも若いでって当たり前や。まだ21や。
全員の挨拶できるなんて、初期面はできそう。磁石の S、 ん、磁石の S 曲は坂口、磁石の N 曲は渚、2つ合わせて坂口渚。どうも、北海道から来ました、凪こと坂口渚です。これはでも頭から言ってったらめちゃめちゃ長くなる今気づいた、凪ちゃんをやってみてめちゃめちゃ長くなる。東北だけやってみようかな。凪ちゃん横山はこったに生チューバって AKB ダンス、タゲ頑張るハンデ応援してけ。はい、青森県から来ました横山結衣、なんちゃら何歳です、横ちゃんって呼んでください、よろしくお願いします。ひじりんが人生谷あり川あり、ひじりあり、あなたもあなたもあなたもひじりのこと飽きたなんて言わせないぞはい、秋田県から来ました谷川ひじりです。北海道、青森、あ、岩手、一度見二度見七見でしょ。はい、岩手県からやってきました、ななみんこと佐藤ななみです。あとは誰だ、あ、あかりん、48グループ1のテニス少女がみんなのハートにスマッシュします。あかりんこと吉田あかりですとか言ってたっけ、あかりんこととか言ってたっけ。あ、でもまあ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 言えた言えた。つっちゃん、つっちゃんはね、辞める前っていうか卒業する前とか途中からね言わんくなった、あの男気少女のやつ。あ、待って、違う、待って、あかりんこと吉田あかりって言ってた今、待って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 、今すごい無意識、え、ちょっと待って待って待って、やばい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 、待てよ、自分でびっくりした、違う違う、佐藤あかりですだって、あのアカリップに引っ張られたガチで今のは。そう、さっきさっきアカリップって言ってたから、そうミスとミスとマジごめん、今めっちゃ無意識やった、すいません、これはもうリップのせいにしといていいですか、そうごめんなさい。うわ、今一瞬びっくりした、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないわ、もう本当に申し訳ない、もう全国の皆様に本当に申し訳ない、本当にすいませんでした。はいはい、でつっちゃんは言ってなくて、で毛木、毛木、体育会系ピーチ姫は違う、体育会系ピーチ姫って言ってた、何だっけ、福島の体育会系ピーチ姫とか言ったっけ。そう、多分シマの体育会系ピーチ姫といえばカスミーンか、あーそうだそうだ、体育会系ピーチ姫っていう単語がすごい印象残ってる。で東北はこれで終わりか、初期面は、うん、って感じだな。エブリバディーノー、ふん、お壁リンリンリン、
もしもし、茨城県から来ましたリンリンこと岡部リンです。関東お願いします。もうそれやったらもうね、全部全部言ってっちゃうからねこれは長くなっちゃうからね、長くなっちゃう。キャッチフレーズって自分で考えてるのって。大西のね、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色はなんちゃら。赤色、水色、黄色、うん、でもやっぱりそこはせーの桃色っていうのは、あの中野郁美ちゃんに考えてもらいました。そう、元ね鳥取県代表の中野郁美ちゃんに考えてもらいました。そうだからね、自分で考えてない人もいっぱいいると思う。でも自分で考えてる人がほとんどかな。大西はね、なあちゃんのやつ考えたよ。さあさあ、七海拍子、せーの、ピッピッピピッピッピピッ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 ピ、七海っていうのは大西が考えた。そう、そう、カレンダーももちゃんって。そう、なんかカレンちゃんのやつもね、大西が考えた説が出てて、でも私覚えてないの、考えたのそれ。そう、考えた気もするけど考えてない気もするみたいな。なんかなーちゃんのキャッチフレーズを考えたっていうのがあって、でどっかになんか前通かなんか終わった後になんかみんなで打ち上げみたいなのに行って、そこでスタッフさんが、あの大西ちゃん、ななみちゃんの考えたんでしょみたいな、カレンちゃんのも考えてあげてよみたいな、そういう話があったのは覚えてんねんけど。そう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 、果たして大西があれを考えたのかはちょっと自分で覚えてなくて。そうよった勢い多分大西その時まだ未成年よやめて、未成年未成年、めっちゃ前の話。誰のキャッチフレーズが好きですか？ね、大西はね、しおりんの今使ってるキャッチフレーズの前のキャッチフレーズが大好きだったの。そう、エクボ流星群、あなたの一番星になりたいっていう、なんかそういうキャッチフレーズがあって、今はね、あの本に挟むのはしおり、あなたのハートに挟む、あなたの心に挟むのはしおりみたいなやつなんですけど、なんかそう、大西はその一個前のエクボ流星群ってやつが大好きやった、ほんまに。あ、素敵と思って初めて聞いた時、そう、しおりんの一個前のキャッチフレーズが大好きでした。そう、そう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 、うん、お星様いいよね、素敵。あとは誰かな。でも好きなキャッチフレーズはって聞かれたら一番にそれが出てくるかも。大西流星群なんか嫌やな育坊流星群、大西流星群、なんかせめて桃花流星群がいいな、なんかせめてね、なんか漢字ばっかり
そう、桃色流星群。いやでもね、違うね、エクボ流星群やったからまあいいねんな。あればあなたの一番星になりたいとか言ってみたいわ。素敵だわ、一番星やって、なんて素敵な。本に挟むのは大西、あなたの心に挟むのは大西違う、あれはね、しおりやから生きてる、ね、そう、あの大西ってなったらもう単純に大西が本に挟まれてるだけになっちゃうからあれはしおりとしおりんをかけてるからいいんですよ。大西が挟まれてるだけ、見たくないわそんな姿それはそれで面白い。ブックオフなのに。一瞬本あるかなと思ったけど、あ、本本に挟まるってなんなんやろな。挟まれる場所がここしかなかった。本に挟むのは大西、あなたの心に挟むのは大西。あー、私が微笑んだ。フランシーヌが可愛い。あ、フランシーヌ。よいしょ。うちこんなになまってんねんけど AKB やねん。めっちゃ頑張るから応援してな。ってなるよね、あの横山のやつを大西がやったら。私めっちゃなまってるけどアイドルやねん。めっちゃ頑張るから応援してな。ってことやもんな、横山のやつをやったら。インパクトゼロあ、確かにインパクトはゼロやな。やっぱあれは青森やからいいのね。わあ、こったり生中ばって AKB ダンス短期頑張るはで応援してけ。生っても大西、違う、生ってもアイドル、生ってもアイドル愛奈良県から来ました大西桃香、よろしくお願いしますってことやな。わーこったに生中ばって AKB 出す。わーって私やろ、
私こったにこんなになまってるけど、私こんなになまってるけど AKB やねん。めっちゃ頑張るから応援してな。絶対奈良の人じゃない、ほんまにそう。もう奈良はこんなんじゃないよ。ことはなんやろうな。みんな私をミルフィーユー、みんなの瞳に琴音も映りたい。典型的な並べんって何って。典型的な並べんか、大体はまあ一応は関西弁っていうのではあるんやけど、イントネーションとか語尾の違いとかでなんかまた分かれてんねんな、その関西弁の中でも。だから兵庫も大阪も京都も滋賀も奈良も和歌山も全部違うの、関西弁。関西弁は関西弁やけど、そう全部一応違って、そうやねんな。まあでもね、他の都道府県の方からね聞いたらね分からんよね。そんな やってみてって。でも普通に喋ってるのがあれかも、並べん。月が変わって6月よ。さやミルキーさんのネタ。令和になったのでキャッチフレーズ変えますかって。お、じゃあ例えばどんなんある、いいのあったらちょっとね採用するかもしれない。いいのあったら採用するかもしれん、かもしれん。ミルクとミユキを混ぜるだけ、あっという間にミルキー。マミムメモモか、それラリルレランリーや。今さらこの6年目にして他人のやつをパクるっていうな。ひどいわ。マミムメモモか。それはやばい、6年目にしてそれはやばい。可愛い系かっこいい系好みは今の可愛い系やもんね、おにし。知らんけど、おにしは今のキャッチフレーズは可愛い可愛い系やと思ってた今。でも可愛い系よね、普通ね。
愛い系ではなくねって可愛い系ではないのあれは。まあね、まあ今さらね変えるのもねキャッチフレーズ覚えてもらいたいから、あのショールームの最初と最後とかにも毎回するようになったので、おにし、そうそうですね、まあなんだかんだこのキャッチフレーズがおにしはいいですね。うー、今何時？もうこんな時間、もうじゃあ1時間なんか落とした、もう1時間やったかな、おにし。もうすぐか、もうすぐ1時間か、もうすぐ1時間で1万5000人の方が見てくれてるってすごいよね、ありがとうございます、嬉しい。じゃあもうキリもいいからこの辺で終わっておこうかな。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。ではですね、ランキングの方を呼んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位アタックケンさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がマキザンさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がコバットマーク大西洋志さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が板垣信方アットマーク武田軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がマグさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が SL アットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がダブルラリアットアットマークちょいハゲおじさん2940さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がハギハギアットマークももちゃん推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がカッキーアットマーク大西軍夢の叶え方さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がけいこちゃん、ありがとうございました、イエイ最後まで聞こえてたかな、戻った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 、動いた。ごめん、充電が 20% って言われてちょっと切れちゃった。最後13位まで聞こえてたかな、聞こえてた。そう、呼んだすぐにね、そう充電のこれ 20% ですーってなっちゃった。大丈夫やった、大丈夫か、聞こえてた。大きい、ありがとうございます。ではですね、今日はこの辺で終わって晩ご飯を今から食べていきたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？好きな色、うん、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではですね、いい夢見てくださいねバイバイ、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。